向こうさんってどうなの？いや、あいつはね、わからないっす。10年付き合って、わかんないっすね。投げ銭ももらってるし。うん。で、結構、その再生数回ってるからお金も入ってると思うんだけど、うん、でもみんな向こうさんのこと舐めてるよね。舐めてる。今、この界隈というか、で、一番向こうに気使ってるの俺ですもん。やっぱちょっと向こうは誘わないでおこうみたいな。一番古い仲なのに、一番俺が、みんな気安くやっぱ誘うから、向こうなんか、向こうさんご飯行きましょうよ、みたいな。お前なんか向こう誘えんなとか思っちゃうんですよね。え、でもピアノの弾き語りさせたのに。で、それはまた俺はあいつにしか頼めない、もう、ことだったから。だから、あのパートが僕、笑いのパートなのかガチパートなのかちょっと分かりづらくて。うん。最初ね。あれはいいんですか？笑っちゃって。いや、あれは、俺は完璧だったと思う。最初ちょっとなんか、拙い演奏で、なんかクスクスって笑いが起きて、うん、でも、徐々に、おーって感動に変わっていくっていう、はいはい、俺がこうなったら嬉しいなって思ってた想像通り、発注通りのなんかその、催し物だったから、やっぱ頼んでよかったなって。あ、最初はその期待度下げて、あ、まあ向こうだからこんなもんだよねと思ったら、思ったより長いし、ちゃんと弾けてんじゃんっていうので、確かに頑張ってる感じでしたよね。うん。だからなんか、彼にしか頼め、なんかね、ピアノ弾ける方もいっぱいいるし、うん、歌歌える方も、プロの方とかもそれこそいっぱいいたけど、ちょっと僕を呼び出して、ちょっと結婚式で弾き語りしてくんねえかってお願いしたんですよ。その半年ぐらい。向こうさんよく受けたね。ね、二つ返事で受けてくれましたね。でも向こうさん基本いい人だよね。いや、いいやつっすよ。あいつは、なんかその、ゲームの才能もないし、なんか別に、すごい喋りが面白いってわけでもないと思うんですよ。でも人間性だけで、ご飯食べてる。すごい。だから真似できないんじゃないですか、誰も。確かに、だから、うん。なんかその、YouTuber でございっていう人で、人間性だけで食ってる人見たことないんだよね。いや、だから彼だけです、本当に。なんか自分にね、その特徴つけるじゃないですか。うん。普通、得意分野。はいはい、でも、彼はもう人間性だけで、なんか飯食ってる動画とかだけで生きてるから。本能で生きてるから。すごいよね。すごい、マジで、できないっすよ、あれ。チャンネル登録よろしくお願いします。